電車で動くプロフェッショナル仕様、今回は京浜東北線なんですけど、103系です。やばいね。古い車両で攻めることになりますね。しかも星5なんだって。どう考えてもノーコンティニュークリアは私は無理です。見ていきましょう。どんくらい難しいか見ていきましょう。快速通過駅の周辺では通過簡単な運動も、なんでだろう。便利じゃなくなるから。さあ制限45ですけど間に合わなかった。多摩地前 1100m で45キロ制限ですね。めちゃくちゃかかってんじゃん ATC。 だってこんだけ ATC かかったら初めてなんだよ。これさ、もしかして相当止まんないんじゃない。雨降ってるし、2時ってそんな困らないよね、時間的には。まあ加速早いな。はい、困りました。ぐらいかな、言うことは今のところは。はい、あと他の路線でもここで 1100m 地点で45かかるんで、一度覚えちゃうと楽かもしれないですね。じゃあなんで今引っかかったんだよって話なんですけど、まさか共通だと思わなかった ATC が。さあなんで今こんなあれなんですよね。なんでもそのまた点数が下がってんだよっていうとね、これATC 普通にオーバーしました。制限出せそうかったらそのままスピード上がっちゃって、下り勾配気をつけてください。たまちのダメだよね、もう女子高生に悲鳴を上げさせて、ね、喜ぶような運転しちゃいました。 OK。制限60あるんですけど、ここって ATC その前って65、75、65なんですよ。65、75、この65ね。65、75、75の時に惰性走行すれば、ちょうどこの ATC65 の時に惰性走行してれば、65に落ち着くというですね、となってます。ただこれ相当だな、これ相当。さあ、制限45ありました。待てよ。有楽町前、200m。ここで、ATC かかります。45ね。さあ、25ですね。次はくそ。さあ65キロの制限、何さっき義務を出したって知らん。さあコンティニューしましたら東京ブラザーとなりました。はい、まあいいや、これはオーバーしないでしょ、フレキシタ。大丈夫。ああああ45。うわここか。ではね、駅200m まで45キロ制限、45キロ制限来るらしいですね。気をつけてください。お乗り換えください。さあ残り20秒ぐらいか。ここあれなんですね、制限40もないですね。駅通過 200m 前で雨降ってんのか、やだね。残り15秒、時間の余裕あるね。結構さあ入ってるよ。残り30秒。駅通過前の200m 前でのスピード制限、あと雨降ってるか止まらないっていうのと、ここら辺が厳しいですね。あと5秒以上走通すると通過駅でなんか ATC かかるみたいですね。それに10点減点みたいな、結構きついです。悪くないぞ、いったね。こんな感じです。